ギタリストの助川太郎です。今日はギタリストのための体のケア講座ということで、ギターをやっている人たちのための体のケアの仕方、一番簡単なところからお話ししたいと思います。ギターというのは知っての通り、左右非対称な体の使い方をすることになります。そして決まった同じ細かい動作を何度もすることによって、筋肉が偏った形で疲労してしまいます。例えば、握る方の筋肉ばかり使う。そして首や肩が力んだ状態で腕を固定するので、手首、腕だけでなく徐々に疲れが関連して上がってきて、肩甲骨、肩、首、そして耳とだんだん上がってきます。そのままの状態にしておくと、どんどん疲れが溜まって痛み、こり、しびれになってしまいますので、日常的にほぐしてあげる意識が必要です。僕はそのために一番多い時で朝晩で1時間ずつのメニューをやってる時もありましたけれども、最近ではそのエッセンスを抜き出して5分とか10分でもいいなと思うようになったので、一番簡単なメニューのうちからいくつかすぐにできそうなものをご紹介したいと思っております。ということで、今日のテーマは回転です。体中についている首と名の付くところ、例えば手首、足首、そして文字通り首ですね。いろんなところ回転する動作、まず今日はやってみたいと思います。そしてギターやってる人にとって、まず一番疲れがたまるのは首です。なので、ギターの練習の後に、まず首をこうやって回す。何でもない動作のようですけど、回してみましょう。そしてもう一つ。腕をバッテンにこのように交差して、それでもう一回ゆっくり回してみてください。胸に圧がかかることで違った部分が伸びている感触がわかると思います。これが1番です。そして2番ですけれども、インドの人とかやってる首を横に動かす動き、できないかもしれないんですけど、ちょっとやってみてください。手をこうやって上に組んで、こうするとやりやすいんです。そしてグッて、できないながらも首をこうやって横に動かしてみてください。頸椎とこう頭蓋骨の付け根のところが固まってるんですけど、ミシミシっていうのが分かると思います。無理のない範囲で気持ちよく数回やってみましょう。それから前後です。今度前後は横からやりますけれども、顎を前に回転させるように回します。こういう、分かりますか、こういう動作。今度逆回り、両方何回かやってみてください。そして普通に今度は回転です。前に出して横にこう行って、こういうふうにやってるとやりやすいですね。こうやって左回り、右回り、これが首です。僕も毎朝これをやっています。寝て起きた時とかは枕で頭が固定された状態なので、首周りの筋肉が固まっていますので、必ずやってみてください。相当楽になると思います。では次に手首、肘関節を回転させてほぐす体操です。これは、方法ですけれども、こうやって壁に手をつきます。見えますか。そして、肩甲骨からこうやって回します。これただこうやってやるんじゃなくて、背中の肩甲骨からグリッ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 って回しています。わかりますか。これ動きにちょっとコツがあるので、慣れないとできないですけど、この動きです。できると、肩甲骨の内側、手首ほぐれていくのがわかります。逆側もやってみます。こういうふうに置いて、キュッ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 、こういう動きです。これはまあ言ってみれば、腕の骨があって肩甲骨があったら、こういうふうにやってるわけですね。肩こりの原因になる肩甲骨の内側の骨をこうやって動かしてあげてます。ここも相当固まってるので、やってみてください。これで肩結構楽になります。
それからもちろん、ラジオ体操とかにある肩を回す動き、これ片っぽ前へ片っぽ後ろへっていうこういう回転もよろしいと思います。親指を肩につけてこうやって肩甲骨を意識しながら回す。逆もこうやって回します。ここまでやると体が軽く汗ばんでくるのがわかると思います。じゃあ最後にもう一つだけお教えします。この胸周り肩周りのユニットを全部、回す運動です。手をこうやって合わせてください。でこの段階でこの合わせた手をこうやって下向きにするだけでこの腕の内側の軽いストレッチになります。肩が上がんないように気をつけてください。ちょっとこの動作を入れましたけれども圧をかけてグッと手を合わせます。ですけれどもそれと同時に背中の肩甲骨をギュッと寄せてください。肩甲骨の骨がキュッとなる。これ見えるかな、背中で、肩甲骨の開いた状態ですギュッてこうやって寄せてください。体の前と後ろでギュッて今絞っています。この状態で手のひらを自分の前の方にこうやって向けて足を開いてこうやって立ちます。この状態で大きく8の字を書くように体を回していきます。ゆっくり、肋骨のここですね、ここが伸びるような感じでゆっくり回してください。そうすると痛いところがあると思います。僕の場合だと左の肩甲骨がよく凝るのでこの辺の角度で、あ、ここが凝ってるなっていうところがあります。そしたらそこで静止して深呼吸3回。こうすることで凝り、痛み軽くなります。即効性はないかもしれないですけど意識をそこに寄せることでだいぶ違います。慣れてきたりとか自分の感覚次第で少し早めにこうやって動かしてもいいですが、これ10回ぐらいやるとだいぶ楽になるなっていう感じです。いかがでしょうか。本当に簡単な運動だけですけれどもまずはやってみてください。そして何よりもまず痛くなったら休む。ギターの練習を再開するときにはより脱力と正しいフォームを心がけていけばより良いギター生活、音楽生活が楽しめると思います。ということで今日はここまでにします。ギタリストのための体のケア講座、ギタリストの助川太郎でした。